竹林の奥の方に植えた豊島、トカラ島の島バナナの巻き葉が少し緩んで展開してきていますね。他にも巻き葉をつけている島バナナがあるんですが、これもほんのちょっとこの辺が緩んできていますね。そちらのも下の方がやや緩んできていますね。今年も昨年同様、寒いことは寒いんですが、私がなんとなく感じているのは、寒い朝の後の日照時間が結構長めにあるということですね。もちろん日が長いとかそういう意味じゃなく、寒い朝、特に霜が降りた日の午前中から午後2、3時頃までよく晴れる時が多くて、日照時間が例年よりちょっと長めにあるので、寒さにやられる葉と、それから日中の暖かい日照を受けて成長する部分とが、一昨年、昨年に比べて顕著に現れているんですね。昨年は12月の末にはあの竹林のバナナたちはほとんど枯れ葉、合変した枯れ葉になっていましたので、こういう巻き葉が展開してくるというような事象を見ることはできませんでしたが、この冬は今話しましたような日照時間に恵まれているせいか、枯れていく部分と成長する部分、まあ枯れていく方はこの前話した芝原理ですね、分解過程に進んでいき、それからこういうふうに巻き葉が緩んできて展開しようとするなんていうのは、成長、維持成長の方のヴィシュヌ原理にあたるわけですね。まあこれが悪天候の日が多くて日照が十分でなければ、当然こういう巻き葉はですね、展開せずに黄色から茶色に変わっていって、普通の場合はこの辺、巻き葉の一番下の方だけ緑で、あとこの辺からですね、合変しているというのが大体は冬の光景なんですけどもね。で、まあ、これは全部緑なんですが、まあ、2月末まででどうなるかは分かりませんが、例えばこれがこう合変してきて、そしてこの辺まで合変が進んで、この下方の方だけ緑を残すというような状況であっても、まだここに最後の巻き葉の下の方が緑である限りですね、ここから頭梢が
株元の成長点の方に向かっていくという事態にはなっていないわけなんです。ただここまで牧葉全体がもう合併してしまって、この家計の情報がですね、こういう元気な色形ではなくて、凍傷にかかったようなぬめったような感じになってくると、それはあと寒い時期の間ずっと凍傷が下降していって成長点に迫っていく恐れがあるわけですね。それでその他の場所のバナナたちで牧葉がこの辺あたりまで合併して、ここの緑の部分が失せたものについては、キャップ早めにですね、キャップ保護程度はした方がいいと思いますね。場合によっては家計の胴巻きですね。しかしここに巻き葉の下に緑の部分が残ってる間は、私は今年は何もしないでただ眺めているだけですね。それで越冬してくれることを確認できるなら、次の冬以降もですね、同じような巻葉下方の緑葉保持が見られる限り、株元の防寒対策のほかは何もしなくてもいいという確証が得られますので、まあ、今年はあちこちのバナナの巻葉があるものについては、巻葉の一番下の方までに、一番下の方に緑が残っているかどうかを全部回って点検しています。日照時間があるといっても、まあ、気象庁で発表している公表している最低気温はだいたいこのところずっと10度以下ですので、暖かい日でも8度9度、低い日は5度6度ぐらいなんですね。でも5度6度であっても、日照がある間は例えば農作業をしていてもそう寒さを感じませんし、日照がある限り多少の風が吹いても、おそらくバナナたちもですね、まあ空気は冷たいにせよ、お日様はありがたいなぁと人間が感じるような感じ方をしているのではないかと思います。そうでなければこういうふうに巻葉が展開、あの1月の中旬にですね、緑のまま展開してくるということは、普通は露地栽培では、まあ、本州の露地栽培ではないと思うんですね。サンルームですと、やはり合変していくものと粘りがしっかりしている株については巻葉が徐々に伸びてきたり展開してくるものがあるんですけどもね、まあ、個体差にもよりますけれども、ここでの巻葉の展開と似たような現象をサンルームでも見ることはできます。しかし巻葉が展開しないで硬いまま合変化してくるのもありますしね。そういうことを考えると、この竹林でのバナナ栽培はおそらく無加温のポリカーボネートで覆われたサンルーム、あるいはサンルーフに匹敵する環境なのではないかと思いますね。まあ、サンルーフあるいはサンルームを作るにはお金がかかりますが、竹林の場合には自分の労力だけでバナナをあちこちに植えていけばいいわけですので、まあ、竹林を利用できる環境にあるなら
それをバナナ栽培、あるいはアボカド、その他のトロピカル果樹で、一般的には本州の路地では越冬が難しいと言われているものについて、露地栽培を試みる価値はあると思うんですね。